ピューン、どこここ。お城？違う、お城じゃないよね。だって、火力船の地下に行ってたんだっけ？炎が消えていく？ああ、待って、そこの壺調べたい。あるよ、あるよ、あるよ。クリスタル。ウェアウルフ。もう向こうに行けなくない？だって穴あるもんね。城が爆発するの？待って、城ってさ、あれがなかったっけ？宝箱いっぱいなかったっけ？めっちゃ急いでる。リアル時間のこと？マジで？これ数えられてる？ちょっと待って。あ、ウルトラスーパー数えられてる。ちょっと待って。開かない？あ、いた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 。2000切る。お金いいよ、お金いいよ。ちょっと待って、ちょっと待って。急いで、さやかさん急いで。待って、何これ。ちょ、あ、こっちやな、こっちやな、こっちやな。こっち行って、あ、そこに宝箱なかったっけ？あった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 。だからモンスター。モンスター。何これ、ギガス。しかも、時間が来てる。あ、間違えた、レナちゃんでやっちゃった。なんか聞く。聞かない。どうしよう、クロン、でもなんかやろう。ファイラ、あ、ファイラ効かんだろ、この火の時に。あ、オッケー。ちょっと、エアロ久々に見た。ちょっと、久々に見たって言い方おかしくない？おお、オッケー、行こう。あ、3もらった。巨人の薬、いらねえ。エリクサ、あ、これはいる。よし、行こう。ちょっと待って、1分切って。あ、どこに宝箱あったっけ？あっと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 。なるほど。あ、ちょ、重い。またギガースだ、またギガースだ。ちょっと待って。あ、待って。ちょ、戦うやって。あ、でも意外にさ、10分ってさ、すぐなんじゃないの？意外に10分すぐだと思う。ブリザーラやるでしょ。回復したい。次、サイカさん回復ね。あ、死んだ。サイカさん回復したいけど、回復。ちょっと待って。こう。あ、リボン。リボン後で見よう。リボン後で見よう。ちょっと回復したいけど、ちょっと待って。10分ってでも意外といけると。なんか変なのいっぱい出てきた。かかれ。軍曹、誰だよ。操られてんじゃないよ。ちょっと、なんか、めちゃくちゃ喋って疲れた。やっちゃダメなんだろうけど。ゆっくりやろう。意外とまだ、だって2分だし。どんぐらいあったっけ、宝箱。大丈夫かな。そんなことより動画時間も気になる。あ、ギガースか。MP 全然なかった、やばい。手裏剣。ちょ、どうしよう。ファリス、ちょっと回復してあげよう。ごめん。白魔法、ケアルラ。よし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 。で、間違えた。どこに行くんだっけ？あ、こっちか。で、お、どっか宝箱。え、これさ、間に合わなかったらどうなんの？宝箱ない。よいしょ。宝箱、こっちない。軍曹さん、逃走したんですけど。どうしよう。なん
かどっか宝箱。おお、いっぱいあるいっぱいある。リセンギル。もうやだな。エリクサー、どうしよう。あ、間違えた。あ、場外。エリクサー、ちょっとレナちゃん回復して。大丈夫？もう嫌だ。4分切っちゃったよ。どうしよう、もう出た方がいいかな。ちょ、喋ってる暇もないんだけど。どうしよう、もう開ける？開けない？どうする？中がやばい、そろそろ出なきゃやばい。え、どうやって帰るんだっけ。あー、こっち、そ、でも外出れるよね。うじゃ、あと2分半あるから、雷神の術あと2分あるから、こっちもしたら出た。なにこれ、ちょっと、なにこれ。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、叩かれたら正気保つんだね。ドラクエ3もそうだったもんね。よし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 、時間1分半あるけど、ちょっと奥に行って、おい、Sな、奥に行ってる暇ないので出ちゃおう。なに、あ、もうこんなところで、ふえ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 、かかるな、呼んどらんわ。聞かん、聞いてよ。なんかさ、こういう時に限ってさ、奥の方にある宝箱ってすっごいいいの入ってんだよね。こいつただの軍曹じゃない。え、いや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 、賞金稼ぎのアイアンクロ変身。ちょっと待って、時間やばい。ちょっと待って、時間やばい。しかもめっちゃ音楽焦らされてるみたい。やばい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 。ちょっと待って、サンダルとかなんか適当にやろう。え、マジでやばい。なんで。いや、ちょっと待って、まさかこんなさ、こんなところでなん、ちょっと待ってください。あれもいいや。城なくなっちゃったの？あらら。お、クリスタルのかけら飛んできた。ああ、もうなんかどっと疲れた。はい。魔獣使い。なんそれ。風水師？何風水師って。それ戦えるの？忍者。あ、そういえばなんか今雷神の術みたいなの手に入れたね。疲れた。あー、跡形もなくなっちゃったよ。あー、たくさんの宝箱が。疲れた。ちょっと休憩して。さてと、あー、すごい疲れた。すごい疲れたよ、みんな。まずジョブですね。ジョブは、なんか、結構アビリティポイントもらったから、なんか、ジャブジャブ上がってたような感じがする。確か、ボス倒した時に、ガラフが時魔導士のレベル3になったみたいな、ことじゃなかったっけ？で、どうしようか。ファリスは次75でしょ。次75だから変えよう。
みたいな感じだね。落とし穴発見。ダメージ床でダメージ受けない。魔獣使い、なんかモフモフしてる。あとなんだっけ、増えたの。あ、忍者。やばい、エロスや。どうしよっかな。スマホ戦士、剣士がもう少しで上がるから魔法剣士して、どうしよう。あ、そうだ、盗む覚えたんだったね。なんかどうやらダッシュがいいけど、こっちの方、皆さんはどうしてましたか。そう聞きたい。だってさ、アビリティ1個しか入れられないじゃん。こう1個入れるためダッシュを犠牲にするか、まあシーフにしとくか、もういっそ諦めてこう盗むとか魔法剣とか。盗む入れとこっか。動画的にはどうなんかな。でも早歩きの方がよかった。待って、まだジョブ見よう。忍者なのになんか、あ、これあれやん、サルトビ先生やん、ナルトの。うわ、なんかガラフ都市考えようみたいな。かわいい。どうしようか、時戻し。でももうちょっとで4になるから置いとこう。レナちゃんは、え、バーサーカーって100いるの。時魔導士、黒魔導を覚える。一応何か覚える。使わないかもしれないけどみたいな。ちょっと、なんとなくで、そや、これね、これちょっと魔法系が3人になってしまったじゃん。だから、あ、待って、白魔導よ、レベル4になるのもいいかもな。どうしようかな。でもね、ちょっと黒魔導、ラが使えないから、ラが使えないの痛いからね、これもいいなと思うわけですよ。なるとね、まあ装備は足りないんですけど。こんな感じになっちゃうんだけど。あ、でもまあたまにはいいよね。たまにはなんかこう違う感じをするっていう。で、ついにリボンってさ、あれだよね、状態なんとかが無効、ほとんどのステータス変化を防ぐ。こんなさ、序盤に手に入れていいものなの、すごいね。マリス誰が装備できるの。てかむしろ頭だよね、誰が装備できるの。これ装備できないの、このラインナップじゃ。え、なんだ、誰が装備できるのこれ。あの、インパス誰が、待って、アイアンヘルム、この列にあるから頭だよね。え、ちょ、え、戦士とかそういう系が装備できるの、それともレベルが足りてないの。せっかくゲットしたのに。とりあえず防具揃いつつ、とりあえず寝よっか。話変わるかな。変わんないね。なんかさ、炎がなくなったことによってさ、行けるところが増えたりするかな。結構あったよね、この町にも炎。どこだっけ、なんかどっかあったような気がする。あ、ここだ、ここだ。で、そのさっき今左下になんかなかった、あの樽みたいなやつ。なんかダッシュできないのってあれだね。まあなんか序盤の頃ダッシュ使ってなかっただろうがって言われたらそれまでなんですけど、もしかしたらこの中なんかある。
炎のロッド来た。2階に女王がおられますだって。お怪我されていて。ああ行こう行こう、元気づけて。あ、てか誰か抱えて連れてきてくれたのかな。よかったよかった、離されている。うん、私もなんとかなんとかだよ。怪我、私たちの怪我じゃないといいけど。暗闇、うん、じゃあもうここの街はいいかな。なんかダッシュに慣れちゃうと遅く感じるね。じゃあカルナックだっけ、さよなら、また来ることあるといいけど。そう。ごめん、初めて地図開いたね、すっかり忘れてた。すごい形だね、なんか内陸ってか、すごい形だね。拡大はできないの、できないっぽいね。なんだっけ、南に確か図書館があるって。南ってさ、こっち南じゃないのかな。待って、やばいっしゅ。ていうか、しかも私セーブしてない。いや、セーブしたけどしてないみたいな、どっちやねんみたいな。危なっ、危なっ。急いで逃げろ、急いで逃げろ。こっちじゃない。この地図の大きさはなんとかならんの。どこに行ったらいいかわかんないじゃん。南ってどこよ。火力戦で残るがさ、こっちしかないんだけど。パリスのジョブレベルが3になったので、魔法剣士ね、3になったのでどうしようかなと思うわけですが、今のところシーフと魔法剣士かやってないからさ、こう白魔導士にしたいんだけどさ、白魔導士に仮にしたらさ、ダッシュ入れるじゃん、今から図書館に行くから。こうなるじゃん、こうなるわけよ、こうなっていいの。誰も物理で戦わないみたいな感じになっちゃってる。こっちいいかな。ねえ、なんか強そう。あ、いける、いけるね。ライブラッシュ、さっきのあれが特別強かったのかな。何が効く。え、特にない。虫はファイヤーでいいでしょ。うん、いや、ブリザラにしよう。ブリザラの方が効くのか、単純にガラフの魔力が結構あるのか、どっちなのかみたいな。レベルが全員上がったね。町ないとさ、さっきの、おお、あ、そうだ、魔法にさ全力出しすぎてさ、MP やばい。ガラフさんの時魔導士が4になったので変えようと思います。何しようかな。今黒魔法と何にしよう。白行こっか。魔獣使いとかも気になるね。とりあえず白を覚えよう。黒魔法がいいかな。最強装備がかわいそうなことになってる。とりあえず一応セーブして、あ、隊列、あ、なんかガラフの白魔導士似合ってる。え、どうしたの、なんかめっちゃ焦ってるけど、どうしたの。
魔法の巣、魔法ね、魔物の巣、ミド、ソラシドの次はミドですか。お孫さん、ソラシドじゃなかった、シルドラだった。みんなコメントでさ、なんかソラシドって言ってくれて嬉しいけどさ、ソラシドって元ネタあれですよ。いや別に単純に私が間違えただけだけど、本当の元ネタは何だっけ、あのマシマシロ先生のフェアリーテイルにソラシドっていた。待って、今ね MP やばいから、まあ、いっか、セーブしたし。え、何もしたい、したなんか私何もしてないと思うんだけど。ん、すごい。勝手に、あ、なんか右上ある。こっちは何、2階。この中は、お、いいねいいね、テント張るところだった。ふんふん、えー、この本棚この本棚面白い面白い、この本棚その本読みたい。ヒブロス、ま、風の神殿になんかいたよ。名前忘れちゃったけど。半分欠けていて読むことができません。ま、ページって欠けるって言うっけ、破れるじゃなくて。読めないの、さやかさん。3階がある。屋上だ。何やってるの？燃やしてんの？これは、あっ！32ページ面白い面白い、そういうの好きだよ。娘やっときゃよかった。炎に弱い。おお、え、え、どういうこと。64ページ全員炎に弱いのかな。紙だしね。うわ、超盗みたい。大丈夫？燃やしてよかった。ごめん。取り付いた本をやりたいんだよね。昔はイフリートが魔物。ふんふん。そうなんや。青魔導士書いた本、ついにラーニングしたエアロ、レベル5です。レベル5です。この不思議な杖を、タクイーンに住む、あの方に差し上げよう。え、お父さんのこと？今、娘さんいるからさ、預けてもらっても構わんよ。よし。じゃあ、攻略しようかね。